はい、酒好き直りの飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、バスの、ペールエールというビールですね。バスペールエールは、イギリスの伝統的上面発酵ビールです。上面発酵独特のコクとキレ、繊細な泡立ち、香ばしい深い香り。その豊かな味わいと風味をお楽しみください。アルコール度数が、あれ？あれ書いてないぞ。あ、5.1%。わかりづれ。ですね。うん。値段がこれ、あそこで買ったんだよな。イオンにて、買いました。ペールエールですね。なので、ぬるめの、ね、もう常温でいただきたいと思います。乾杯。うん、色が濃い。うん。うん。おぉ。すごい。カラメルの、すんごい香りが。あ。甘い。うん。甘い。夜な夜なエールと違って、甘い。イギリスですね、これは。イギリスのビールと。イングリッシュペールエールらしいです。うん。うまい。うまい。としか言えん。ペールエールにしては、というか、夜な夜なエールを飲んだ後だからあれなんだけど、苦くないし、ですね。あんまり。うん。で、うん。すっきりしてる。なんか薄い、若干。薄いんだけど、香りはよくしてるね。うん。うん。そんな感じ。美味しいです、でも。これうまいな。これちょっとあれだな。俺個人的にぬるくしたのはあれだな。一応ぬるい方がいいらしいんだけど、これ絶対冷やした方がうまいと思うんだ。うん。うまいけどなんか若干酸っぱい。うん。そして独特の、なんか、アルコールの味がするね。うん。あ、でもうまいわ。うまいけど、あ、でもうまいわ。これ冷やした方がよかった。これ基本やっぱ冷やした方がいいな、ビールは。常温で飲むのは、あれだな。あんまりないわ。うん。芳醇な香りとキレ。だそうです。
これはアサヒが輸入してるらしいですね。これなんて読むんだっけ？ホーガーデン。あれこれなんだ、なんて言うんだっけ？ヒューガルデンか。読みにきへん。ベルギービール、ヒューガルデン。これ飲んだことあったっけ？ないね。うん。うわ、ホワイトビールじゃん。なんかやっぱこれ独特の、あれだな。甘さがあるね。なんか甘い。変な甘さがある。別に変っていうほど変でもないけど。でもさ、レーベンブロイってさ、ビールの本場のドイツなんだよな、これな、このビール。そう考えるとさ、あれうまかったのかなってずっと思うんだけど。ねえ、前のさ、レーベンブロイ飲んだけどさ、全然うまくなかったんだよな。どうなってんだろう。別にまあ、まずくはなかったけど、うまくはないよな。レーベンブロイ。そんなうまいか。なんでみんなこんな、みんなっていうか、ドイツビールの中のドイツビールって書いてあるんだけど。マジでうまいか、これ。全然わからん。うまいかな、レーベンブロイ。明らかにこっちの方がうまいんだけど。あ、これ。これ、キリンのブラウマイスター、超うまかったん、これ。キリンのブラウマイスター。これもう売ってないんだよな。これ当時、俺が買って、ものすごい衝撃を受けた。このブラウマイスター B。多分キリンだったと思うんだけど、だったかな。多分ブラウマイスターっていうのは名称がね、多分キリン以外にもあったんじゃないかな。ないか。やっぱキリンだな、ブラウマイスター。ブラウマイスタービールっていうのがキリンに出てましてですね。これがむちゃくちゃうまくって、もう死ぬほどうまかったね、これ。今売ってないだろ、これ。おい、売ってないよな。ブラウマイスター、売ってんのこれ。嘘つけ。どこに売ってんだよ。なんか、情報は書いてあるんだよ。キリンに。一応売ってんのかな？ブラウマイスターって。アルコール度数 5.5%。これ異常なほどうまかったんだよ。マジで。まだ売ってんのかな？ブラウマイスター。樽詰め生。ブラウマイスターって売ってんのまだ。やべ、欲しい。あまりにうますぎてびっくりしたんだよ、これ。現行品でまだ売ってんのかな。ブラウマイスターって売ってるのこれ。ちょっと画像でググってみますと。缶は売ってる。出たのか ?2006 年の3月1日に缶では売ってたみたいですね。
ちょっとごめん、レーベンブロイからちょっと外れすぎたんだけど。ブラウマイスターピールっていうのがむちゃくちゃうまかったんですよ。皆さん。関係ないんですけど。むちゃくちゃうまかったんですよ、僕。本気で。今ないのかなぁ。キリンのあれに言ってもいいんだけどな。キリンに電話しようかな。多分もう缶のやつ売ってねえんじゃねえか。多分売ってないと思うんだよな、ブラウマイスター。死ぬほどうまかったの覚えてるもん、これ。確か。なんだけど、多分売ってないですね。ちょっと今度キリンに問い合わせてみようかな。キリンシティ。ああ、キリンの、なんか、取り扱いビール、なんかほら、ビール、なんかあるじゃん。ビール園か。ビール園みたいなとこだと、あるっぽいですね。多分。うん。ブラウマイスター530円。マジかー、これどこだよ。キリン。ご予約プラン。新潟にない。キリンシティの店舗。新潟にはない。終わり。岩手、宮城、愛知、大阪、京都、群馬、埼玉、神奈川、東京。一番近いので、宮城か。多分。岩手ってどこだっけ？岩手と宮城の違いがわかんないんだけど。ああ、岩手はもうちょっと上の方か。そうやったら宮城の仙台市か。仙台今行きたくねえな。さすがに。今仙台行きたいやついるん？いないや。あー、キリンシティか。ちょっと問い合わせみようかな、キリンに。フリーダイヤル。あー、受付時間19時までか。ダメだ、これ。ブラウマイスター、むちゃくちゃうまかった。とにかく。とにかくうまかった。それは覚えてる。まあ、うん。キリン、なのか。なるほどね。という感じですかね。まあ、それが、分かっただけでも、情報が分かっただけでもありがたい。ですね。個人的に。レーベンブロイね。わからんな。でもさ、レーベンブロイってさ、ドイツなんだよね。俺てっきりアメリカのさ、バドワイザーとかみたいなさ、あっち系かなと思ってたんだよ。バドワイザーとか。バドワイザーってほら、なんかアメリカのさ、薄いビールのイメージあるでしょ。やっぱり、あれなんだ。
バドワイザーってあれなんだ。アメリカなんだよね。うん。アメリカのビールは基本的に薄いってイメージは。これはうまいですね。はっきり言って。はい。ということで、バスのペールエール。うまい。もうとにかくペールエールはうまい。間違いなく。絶対冷やした方がいい。というのが今、わかりました。ぬるめがいいとかって結構、どっかにね、いろいろ書いてあると思いますけど、俺は冷やした方が絶対うまい。と思いました。うん。文句なしの5つ星。文句なしっていうほどでもないけど、うまい、これは。さすがにやっぱペールエールだけあって、非常にコクが、コクというか香りか。うん。これは多分コクが、ヨナヨナエールに比べたら全然コクはないと思うんだけど。うん、そうですね。うまい。とにかくうまい。ので、5つ星。です。それではご視聴ありがとうございました。